どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、いよいよですね、遊戯王マスターデュエルに診断の情報がやっと届きましたので、本日はこちらの診断の情報を、簡単にざっくりと解説をしていこうというふうに思っております。実装予定日は2023年の2月の14日ということで、コナミさんからのバレンタインデープレゼントと受け取っていいと思います。まあ、おそらくですね、診断以外にも何かいろいろ情報が出るんじゃないかとか言われていますが、今回は診断の情報をメインで話していきます。スプライトを実装決定しましたが、スプライト自体は別で動画出してますので、スプライトのを知りたい方はですね、あの概要欄からチェックをよろしくお願いします。今回はスプライト以外のところのお話をしていこうと思っております。早速いきましょう。ついに待望の強化がやってきました。ヒーローについて、これは結構ね、詳しくやっていこうと思ってます。ヒーローはですね、2月の19日のヒストリーアーカイブコレクションっていうパックと、4月の23日のパワーオブジエレメンツ、去年のですね、こちらのパックで強化されたカードが、まあ多分来るんじゃないかなと思ってます。まあ例によってですね、あのマスターデュエルさん、あの収録カードの内容を全くよこしてくれませんので、まあ、部分的にしか分かんないんですよ。ここデュエルリンクスを見習ってほしいなと、全部よこしてほしいなと思ってるんですが、予想でしかないということを念頭に置いてお話聞いていただければいいかなと思ってます。ヒーローですね、パワーオブジエレメンツ組が、全部で6種類、ごめんなさい、ちょっと間違ってたらごめんなさい、このぐらいだったと思います、多分と、ヒストリーアーカイブコレクション組が、1つありましたということで、まずですね、パワーオブジエレメンツ組から解説をしていこうと思ってます。今回一応発表されたのはこちら、エレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングマン、かっこいいですね。テキスト、このカードが特殊召喚に成功した場合、フィールドのモンスターの属性の種類の数まで相手のフィールドのカードを選んで破壊できる。選んで破壊がそもそも強いんですけども、これ相手の場の属性も参照できるんで、複数選んで破壊っていう効果になることが多くて、まあ基本的にこのモンスター先行で出していくモンスターじゃなくて後行で出していくことにはなると思うんですけども、これかなり強力なあの盤面破壊能力となっています。そして、兄さんの効果ですね、このカードは攻撃力が自分の墓地のモンスターの数かける300アップして効果では破壊されません。で、3番目、このカードが戦闘でモンスターを破壊した場合に、そのモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与えると。これヒーローって墓地めちゃくちゃ貯めやすいんですよ。なんで攻撃力は簡単にね、6000オーバーくらいにはなります。はい。で、バンダメージを持ってますんで、あのオネスティネオスと組み合わせると、この子一人でワンキルもできます。結構簡単に。これね、ネオス軸、ネオスペーシアン軸のヒーローかなり強化されてまして、こいつ一発でね、相手のライフを8000簡単に持っていけるようになってるんですよ。めちゃくちゃ強いです。で、融合召喚条件にかなり癖がありまして、エレメンタルヒーローネオスプラスウィングマン融合モンスターっていう融合召喚条件なんですね。で、これをサポートするカードが、一応 OCG の方にはたくさん出てまして、多分あのマスターディールの方にも来ると思うんですが、こちらちょっと一応ね、いくつかご紹介していこうと思ってます。まず、エレメンタルヒーロースピリットオブネオス。テキスト、このカードの、1,2,3 の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用ができませんよ。相手のモンスターの攻撃宣言時、こいつを手札から特殊召喚ができます。この効果の特殊召喚したこのカードは戦闘では破壊されませんという効果で、2番目、このカードが特殊召喚に成功した場合、デッキからエレメンタルヒーローモンスターのカード名が記された魔法トラップカードまたは融合1枚を手札に加える。これがめちゃくちゃ強いです。あのサーチの範囲が非常に豊富なんですね。エレメンタルヒーロー魔法トラップカードって結構たくさんあるんですよ。で、さらに口述するカードによってシャイニングネオスの融合作用をかき集めることも可能であると。で、3番目の効果、自分のメインフェーズにこのカードを持ち主の敵に戻してデッキからエレメンタルヒーロー通常モンスター1体を特殊召喚できるということで、まあ、エレメンタルヒーロー通常モンスターといえばなんですけども、まあ、ネオスを簡単に用意することができるっていうところですね。あのね、ネオス軸、そしてネオスペーシアン軸のヒーローでは、このモンスターかなり重宝する効果になってまして、まあ、リクルート方法、こういった特殊召喚しないと効果発動できないんですけども、特殊召喚方法は、後にちょっと触れますけども、EN エンゲージネオスペースやあのウェイクアップの破壊時効果なんかを使って、特殊召喚していくことになるでしょう。おそらくね、このカードがネオスペーシアン軸のキーカードになってくるっていうこととともに、イラスト見てください。かっこいいでしょ。かっこいいんですよ。ネオスってかっこいいですよね。はい。そして、EN エンゲージネオスペース。このカードなんですが、これさっき言った、スプリットオブネオスでサーチができます。で、このカード名のカードは1ターンに1枚しか発動できず、このカードを発動するターン、自分は融合モンスターしか特殊召喚できませんという縛りがつきます。ターン中にね、リンク召喚、ヒーローサポート、結構リンク召喚たくさんあるんですけど、これができなくなるんで、これ注意してください。はい。で、効果。
手札およびデッキからそれぞれ1体ずつネオスペーシアモンスター1体とエレメンタルヒーローモンスター1体を墓地送って発動できる。ここまでがコストで、デッキからネオスペーシアモンスターまたはレベル5以上のエレメンタルヒーローモンスターを特殊召喚だから、スピリットオブネオスも出せるし、まあ、ネオスペーシアモンスターも出せるんですね。はい、でデッキ墓地から融合1枚の手札に加えるという効果を持っていると。手札デッキから特殊召喚しながら融合を手札に加える、まあ、つまり一応コストは払いますけども、まあ、アドバンテージは損していないということですね。でこの効果で特殊召喚したモンスターがエレメンタルヒーローネオスの場合は打点が1000アップすると。デッキからネオスペーシアンを送ったりシャドウミストを送るっていうこともできるんですよ。手札に引いてしまったシャドウミストとか、デッキからシャドウミストを直接送るっていうこともできるんで、まあ、これとても強いです。ヒーローをサーチすることもできますしね。はい、で手札にエレメンタルヒーローかまたはネオスペーシアンかどっちかは必要ですね。はい、で融合もサーチができる。つまりですね、まあ、バイオンとかなくても一応融合サーチすることができるということですね。で、スプリットオブネオスくんがとても強くて、これ特殊召喚に成功しただけで、なんとですね、この EN エンゲージネオスペースと絡めると、融合をサーチできる。さらにネオスを特殊召喚できる。そしてウィングマン融合モンスターまで揃えるっていうこともできます。このスピリットオブネオスを特殊召喚すれば、これウィングマン融合モンスターを用意する方法はこの後やります。そのカードがこのインスタントコンタクトっていうカードですね。このカード一応名称指定単位についてるんですが、1000ライフポイントを払うとレベル7以下のエレメンタルヒーローモンスターかネオスペーシアモンスターを召喚条件を無視してエクストラデッキから特殊召喚できるということで、自分のフィールドまたは墓地にエレメンタルヒーローネオスが存在しない場合は特殊召喚したモンスターが攻撃ができないし効果は無効化されちゃうしエンドフェーズに戻っちゃうよっていう強制退社しちゃうよっていう効果があるんですけども、逆に言うとネオスさえいれば、攻撃もできるし効果も無効化されません、有効ですし、エンドフェーズに戻んない、残業もできるということですね。で、このカードから出してくる候補は、まあ、まずはやっぱりウィングマン融合モンスターですね。これなんでかっていうと、シャイニングネオスウィングマンの融合スターにできるんで、まあ、このカードで融合スターを用意するっていうことができるからです。はい、それからですね、ネオスがいる状態で特殊召喚されると効果発動できるので、エレメンタルヒーローの融合モンスターが。なので例えばサンライザーを特殊召喚して、まあ、ミラクルフュージョンをサーチするっていう動きも、もちろん可能になってますんで、これ結構ねこのカード強いです。で、もう一つ、EN ウェーブというカードもこれ一応 OCG の方ではありまして、まあ、ちょっと来るか分かんないですけどね、このカードも一応名称指定が単位値がついていますと。で、1番目、自分のエレメンタルヒーローモンスターが融合モンスターの融合素材になり墓地へ送られた場合または除外された場合デッキからネオスペーシアモンスターかエレメンタルヒーローネオス1体を特殊召喚できるよという、これ手札からね素材になる状態でも別に効果発動できますんで、これめちゃくちゃ優秀です。とても。で、発動しておくだけで、まあ、要はエレメンタルヒーローネオスになれると。だからこのカードがイコールネオスになれるんですね。はい、ネオスって結構ねサーチ手段とか特殊召喚手段とか墓地を送る手段多いんですけども、このカードもその一種になっていると。まあ、融合スターになるだけでネオスが出せるって考えればとても強いかなと思ってます。で、ネオスペーシアンモンスターか、エレメンタルヒーローネオスのが自分のフィールドか墓地から自分のデッキエクサデッキに戻ると自分の墓地からエレメンタルヒーローモンスターを特殊召喚できると。まあ、この効果一応ですね、その戻っちゃうんでデッキに、なので、まあ、蘇生先がないっていうことももちろん起きるんですけども、まあ、大体エアーマンとかから始動してることが多いんですよ、ヒーローデッキって。だからエアーマンをもう一回墓地からね特殊召喚して、エアーマンを特殊召喚した効果は単一ありませんから、この効果を使用して、まあ、例えばオネシネオス持ってくるとか、まあ足りないヒーローシャドウミストとか持ってくるとか、なんかそういうね動きができるということですね。はい、とても強力ですこのカードも。で、フェイバリットコンタクトっていうトラップカードも実装されてまして、これね通常トラップカードになってるんですけども、これね相手ターンに融合ができるカードになります。カード名して単一で、自分の手札フィールド墓地のモンスターか、除外されている自分のモンスターの中から融合モンスターカードで決められた融合素材をデッキに戻して、下に戻してヒーローモンスターを融合素材とする融合モンスターをエクストラデッキから召喚条件を無視して特殊召喚ができると。エレメンタルヒーローのネオスをねデッキに戻した場合は特殊召喚したモンスターが強制退社しないっていう効果がありまして、これ何が強いかっていうと、やっぱりね相手ターンに融合召喚できるってことなんですよ。これが強いです。相手ターンに効果を使えるモンスターっていうのも一応いますんで、ネオス融合体は。だからそのモンスターの効果を使っていける。それからやっぱりね強制退社問題っていうのがどうしてもあるんですよ。ネオスデッキっていうのは勝手にエクストラデッキに戻るんですね、ネオスくんたちは。なのでウルトラマンと一緒です。要は活動限界が迎えると、それがね、強制退社を、阻止し残業が可能になると。このカードの効果によって出したモンスターはとても強い。そして、相手側に出すモンスターの候補としてはですね、まずやっぱコスモネオスですね。ちょっと召喚条件がですねネオスペーシアモンスター3体くらい使うんで結構難しいんですけども、コンバートコンタクトとか使ったらいけるんですけども、相手だけ一応スキルドレイン状態
相手だけスキルドレイン的な状態にできます、このモンスターは。でしかもあの特殊召喚した時に効果発動するんですけど、こいつの効果になんか相手のカードチェーンできないんですよ。だからコスモネオスをこのフェイバリットコンタクトで出して、相手のターン中に相手の効果を完全に縛ってしまうという動きができます。あとは、まあ、ネビュラネオスあたりですかね、こいつは、ドロー効果と相手のモンスターの効果を無効化する効果を持ってまして、これを相手のターンでフェイバリットコンタクトを出していくことによって、相手のターンに妨害を構えることができるという感じですね。だからイメージ的には墓地に融合作用を送っておいて、相手ターンにフェイバリットコンタクトを使って妨害をしていく、そんなイメージとなってます。はい。そしてですね、パワーオブジエレメンツではなく、ヒスコレで実装されたウェイクアップユアエレメンタルヒーロー、これちょっと来るか分かんないんですけども、なんか来そうな気はしてまして、このモンスターですね、アニメのエンディングのイラストと名前になっている非常にエモエモカードと、なっておりまして、めちゃくちゃ強いんですこいつが。来てほしいですね、非常に。エレメンタルヒーロー融合モンスタープラス戦意速モンスター1体以上で作れて、このカードは融合召喚でしか特殊召喚できません。効果、このカードの攻撃力はこのカードの融合素材としたモンスターの数かける300アップ、まあ、さっき あのエレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングマンみたいな感じですね。で、そのうちの融合モンスターの数まで1のバトルフェイ中にモンスターに攻撃ができますと。だからまあ打点が上がる、まあ、条件は違いど打点が上がるっていう感じですね。で、素材の数だけ打点アップしますんで、まあやろうと思えば墓地のモンスター全体除外してなんか出すとかもできますんで、ものすごい打点になるということですね。はい。まあ、実質シャイニングネオスウィングマンと同じような打点になるっていう。で、効果、このカードが戦闘を行ったダメージ計算後、そのモンスターを破壊しながら元々の攻撃力分のダメージも相手に与える。これもまあさっきのシャイニングネオスウィングマンみたいな感じで、まあ、ワンキルが取りやすい、非常にオネスティネオスと合わせてワンキルも狙えるっていうことですね。で、3番目の効果、これがめっちゃ強いんですよ。融合召喚したこのカードが破壊された場合、手札デッキから戦速モンスター1体を特殊召喚できる。まあ戦速だったら何でもいいんですよね。だからあのネオスペーシアンでもいいし、まあ、ヒーローモンスターでもいいし、まあ、他のね戦速でも何でもいいんですけども、ここで特殊召喚してくるモンスターがシャドウミスト、これが選べるんですね。シャドウミストって特殊召喚に成功するとマスクチェンジがあのサーチできますんで、まあ、ダークローがこれだけで爆点します。だから先行でこのウェイクアップ要はエレメンタルヒーローを叩き割ることができれば、マスクチェンジサーチしてダークローまで爆弾することが確定するんですよ。これがね、なんとですね、あの現代遊戯王エアーマンプラスコスト、この2枚からいけるようになってます。はい。まあ、ちょっと動画にしようかなと思ってるんですけども、エアーマンプラスヒーローっていうハンドからデストロイフェニックスガイプラスダークローが確定するんですよ。これめちゃくちゃ強いですね。はい。まあ、この2種類がね、やっぱり先行で出して強いヒーローの典型例だと思うんですけども、この2体がエアーマンプラスヒーローの手札からウェイクアップ岩エレメンタルヒーローのおかげで確定すると、まあ、このルートは動画で残そうかと思ってますけども、めちゃくちゃ強くなりますヒーロー。はい。それからその他のね実装予定カードたちについても一応解説をしていこうかなと思ってます。まあ、この3枚が一応判明しまして、まあ、その他ちょっと何が来るか分かんないんですけども、まずはパワーツールブレイバードラゴンですね。はい。ちょっと若干画質荒いですけど許してください。チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上で作れて、このカード名の1、2の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。このカードが特殊召喚に成功した場合に自分のデッキ墓地から装備魔法カードを3枚選んで装備できる。装備魔法いきなり3枚ドーンと装備です。はい。で2番目、自分のメインフェーズまたは相手のメインフェーズにこのカードに装備されている装備カードを墓地送って、フェーズの効果モンスターを表示形式変更するか、ターン終了時まで無効にするか、どっちか選べるよということですね。だ効果無効も飛ばせる、まあ一応相手のターンの妨害にもなるということですね。はい。で出しやすい、まあ、デッキ何があるかなという話なんですけども、やっぱりディフォーマーですね。はい。とかあと電脳界は急シンクロが結構あのしやすいんで割と出しやすかったり、あと双剣なんかもまあ急シンクロできるから、あ結構相性がいいんじゃないかなと個人的には思っています。で、このモンスターのできることは3枚装備カードをデッキから装備できる、または墓地から装備できるっていうことなんで、高校から装備カードを大量に装備しながらワンキルをすることができます。はい。さらに、先行であれば滝光カードを装備して相手のメインフェーズ1をスキップするというね、地獄みたいなこともできます。まあ、デッキ内にね装備カードをたくさん入れないといけないっていうのがちょっと若干のネックなんですけども、その分非常に強力な効果であると言えるかなと。まあ、だからまあどういう使い方をしても結構面白いモンスターではあるかなと思ってますね。はい。続きましてサイコエンドパニッシャー、このモンスターはね、汎用の11シンクロとなってまして、光属性3500、3500っていうかなり、ステータスが高い。でチューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上で作れて、自分のライフポイントが相手のライフポイント以下の場合、シンクロ召喚したこのカードは相手が発動した効果を受けないという完全耐性を持っています。で、2番目、一旦一度、1000ライフを払って自分のフィールドのモンスター1体と相手のフィールドのカードを1枚対象取って、そのカードを除外するという効果ですね。で、自分相手のバトルフェーズ、開始時に打点がアップします。ライフポイントの数値分。これ、
要するに、まあ、ライフポイントがヘルデッキで使えばいいんですけど、まずそもそも論、現状最強の汎用十字シンクロと言われています、このモンスターは。やっぱね、どうしても1枚は持っておきたいカードになってくるかなと。はい。まあ、十字シンクロのタクってあんまないんですよ。マジで生体流とかくらいだと思うので、まあ、こいつはかなり強いかなと思っています。で、完全耐性持ちであるということ。やっぱりね、打点アップ効果もあって相当硬いんです、このモンスター。なんで突破が非常にされづらい。というね、そういうモンスターになっていまして、で、さらに、相性のいいデッキに強いデッキが多いです。ライフポイントを減らすデッキであればいいので、例えば、パンクであるとか、ダイノルフィアっていうね、まあ、自分からライフを自称して展開していくようなテーマとはとても相性が良くて、なんでかというと、ライフポイント減少は、このモンスターにとってはアドバンテージだからです。これ立って、しかも打点がアップすると、このモンスター突破できなくて詰むデッキもあるんじゃないかなと。ブラックフェザーの、あのフルアーマードウィングとか、あとそれからレイドラプターズのアルティメットファルコンとかってかなり突破しづらくなってるじゃないですか。あれの打点がめっちゃ高い版みたいな感じですね。はい。とても強いモンスターとなっています。そして続きまして、ロイヤルストレートスラッシャー。なんでここで追加されたのかちょっとよくわかんないんですけども、このカードは、通常召喚できないと。ロイヤルストレートの効果でのみ特殊召喚できるというモンスターになってます。まあだから絵札カードですね。はい。で、それぞれ一旦に一度1、2の効果が続きまして、自分の墓地にクイーンズナイト、ジャックスナイト、キングスナイトが存在していれば、レベル1からこのモンスターを1体ずつ手札、デッキから墓地へ送って、相手のフィールドのカードを全て破壊するという謎の、なんかアドバンテージを稼ぐ効果を持っています。で、このカードが戦闘で破壊されたときに自分の墓地の戦士族光属性モンスターを3体まで対象にとって、そのモンスターを特殊召喚するよという効果になってますね。まあ、特殊召喚難易度はそこまでまあ、高くはないかなというふうには思っていますが、絵札サポートがね、大量にあるんで、ただちょっと、なんか、そんなに墓地送るカード存在するかなっていうのと、まあ、そこまで、して相手のフィールドのカードを全部破したところでワンキル取れんのかっていう問題もあるんで、まあ、ちょっとね謎のアドの稼ぎ方でありますよね、このモンスターね。はい、やばいことはできます、一応出せればね。で、一応原作で遊戯さんが使ったカードなんで、まあ、OCG でもねパックのなんか表紙にされていたモンスターなんですよ。あんまり使われてるイメージないんですけどね。はい、というわけで、まあ、一応こういうモンスターも実装される予定です。ロイヤル加工を出したいですね、このモンスターは。ロイヤルストレートスラッシャーですし。はい、というわけで、マスターデュエルへの影響は、じゃあ、このパックどうなのかという話なんですけども、まあ、ヒーローはね、環境とも渡り合えるレベルかなと。だからスプライトはもちろんね、強いと思います。スプライトは、スプライトの方でやってるんで、よかったら見てほしいんですけど、スプライトももちろん強いですし。まあね、ロイヤルストレートフラッシュはちょっとわかんないけど、ちょっとまたね、デッキをたくさん作って、いろいろ試してみようかなと思ってますんで、よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押して、お待ちいただければなというふうに思っております。以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。